What's going on guys? ダンクマン吉です。最初に少しだけダンクマントーク。最近ね、あの某有名人がネットの誹謗中傷が原因で亡くなったんやけど、俺その原因を知らんで、さっきたまたまニュースで見たら、あるその人気番組で撮って、その番組の内容が原因でそういった SNS での誹謗中傷が起こり始めて、こういうことになったと。で、何個か前の動画でも話したけど、こういったネットにネガティブなことを書き込んでる人って、そんな著名人の一言二言で変わるんやったら、もう多分炎上という言葉自体生まれてないと思うし、こんだけ今ストレス社会でこれらの人々を変えていくのはめちゃくちゃ難易度が高い。そこじゃなくて、今回の黒幕はまずこのテレビ番組、 YouTuber もそうやけど、撮影して編集して何回か見直して OK ってなったら出すやんか。でも俺みたいな素人なんかはいつもその情報とか間違っとったり、適当なこと言っとったりして、後からコメントでダンクマン吉にわかやんとか悪口コメントとかわーって来ることあるんやけど、俺はぶっちゃけにわかって言われても全然なんとも思わんよ。あー、確かにわかやなーって逆に思ってしまう。でもまあ日本のテレビ番組ってことはプロやんか。何回もその見直したんやと思うんやけど、その時に絶対、あ、これが世間出たらこの人たちがどうなるかなっていうのも考えないかんと思うんやけど、で、おそらく絶対この番組の人たちはそのエピソードが世に出たら彼女の印象が少し悪くなるなってことは分かっとったと思うんよ。確信犯なんよ。でもそれでも世に出した。なぜか結局はそれで炎上しても、彼女はめちゃくちゃ攻撃されるけど、番組自体は宣伝されるわけで、たくさん見られるよね。お金が入ってくるよね。ほんで彼女に対してネットの攻撃が始まった時も、この番組も絶対把握しとったと思うんやけど、っていうか把握しとくべきやし、それでも放置プレイしたってことは、この炎上でさえも番組の宣伝になると思ったから。だとしたら子供じゃあるまいし、もっと早く対処できたよね。あと SNS もこうやって炎上コメント、アンチコメント、誹謗中傷コメント許しとる。たくさんの人が入り浸る。広告を見てもらえる。お金が入る。それ放置するよね。もっと厳しく取り締まろうと思えばその辺も取り締まっていけると思うんやけど、要はこのテレビ番組も SNS もその人その人のことよりもお金にばっかりがめつく、しがみつきにいってるから、こういうことになってると。本当の黒幕はここやと思う。はい、ってわけでちょっと長くなったけど、今回の企画はウォリアーズに移籍する可能性があるスタープレイヤーを一人一人見ていこうという企画です。これどういうことかというと、ちょっと前までウォリアーズにはスーパースターのケビン・デュラントっていう選手がおって、彼が抜けました。この抜けたことによってダントツ1位だったポジションから今は最下位。そのかつての栄光を取り戻すためにもウォリアーズは再度スター選手の獲得を狙ってると、こう噂されてるんやけど、いやいや、そんなウォリアーズに出せる選手なんてもう残ってないよってみんな思うかもしれんやん。今んとこ言われてるのはアンデル・ウィギンズ、ドレモン・グリーン、そしてここがキーポイントなんやけど、ウォリアーズがもしもドラフト1位指名権を獲得できたら、その選手、これら3人を使えばこれから述べていくスーパースター選手を獲得できるだろうと。このドラフト1位の選手ってのは結構価値があると。当時ケビン・ラブがウルブズからキャブズに移籍した時も、ケビン・ラブはスーパースターやったよね。でもキャブズが彼をゲットできた理由は、アンソニー・ベネットっていうその以前獲得したドラフト1位指名だった選手と、当時ドラフト1位だったアンドリュー・ウィギンズ、ここがいたから釣り合ってこのトレードは成立したよね。だから要はドラフト1位指名選手ってことはそれなりの価値があるってこと。だから逆に言えば、このドラフト1位指名権が取れんかったらこの話は難しいんじゃないかなと思う。でもね、別の報道ではウォリアーズは少なくともアンドリュー・ウィギンズを来シーズンいっぱいまで使うとか言われてるし、そうなってくると可能性は低いかもしれん。でも前にも言ったように、こうやって NBA がオフシーズンでこういったシナリオを頭で考えるだけでもファンにとって面白いから、ダンクマンヨシと一緒にこのシナリオを考察していきながら楽しんでいきましょうと。そんな感じで、それではまずは1人目はこの選手、ルーディ・ゴベイオ。彼に対してウォリアーズが出さないかの選手はアンドル・ウィギンスとドラフト1位の指名選手で、おそらくこのトレードをウォリアーズが計画する場合は1位指名でジェームス・ワイズマンっていうビッグマンを獲得するだろうと言われとる。もう前の動画でも何回も言ってるけど、このルーディ・ゴベイオはユタ・ジャズっていうチームに現在所属しとって、同チームでちょっと問題を起こしてチームを出されるっていう噂が立っとんよね。そこでビッグマンを欲しがってるウォリアーズが動く可能性があると。これは結構面白いトレードだと思っちゃうけどね。その不仲説があるルーディ・ゴベイオとジャズのエースドラマミッチェルを一緒にしとくよりかは、その新人のビッグマンを取ってジャズとしては心機一転再スタートと、ウォリアーズとしてもかねてから欲しがっていた使えるビッグマンが手に入ると。これはお互いにとってウィンウィンやと思うんやけどね。というわけで1人目の選手はルーディ・ゴベール。それでは2人目の選手見ていきましょう、ニコラ・ヨキッチ。これに対してウォリアーズが出さないかの選手はアンドル・ウィギンズと今回のドラフト1位指名選手、そして来年のファーストラウンドドラフト指名権、これだけなんやけど、まずこれ聞いてみんなが大事に思ったことは、いやいや、ナゲッツがあのヨキッチを出すわけないやんって。ただその一方で今の NBA がそのチームのエースがセンターとしてプレーオフを勝ち上がっていくのが難しい状況にあるっていうのも事実なんよね。だからナゲッツとしては心機一転するって意味でもワンチャンあるんじゃないかと。ウォリアーズとしてはかなり美味しい話よね。しかも今ナゲッツのエースで
責任重大やけど、ウォリアーズに来たらそんな責任もなくなるし、もっとこうのびのびとプレイできて、何やったらさらにオーバックする可能性もあるかもしれんよね。そしてこのケースを想定する場合は、ウォリアーズはアンソニー・エドワーズを1位指名で狙っていくと言われてる。これによってジャマール・マーレーとのバックコートコンビができると。はい、というわけで2人目の候補者はニコラ・ヨキッチ。それでは3人目いきましょう。ベン・シモンズ。これに対してウォリアーズが出さないかの選手はアンドリュー・ウィギンズ。そして今回のドラフト1位指名選手、前にも話したけどセブンティシクサーズは現在うまくいってないチームのエース、ベン・シモンズとジョエル・エンビードのどちらかを出すかもしれんと言われてるよね。まあセブンティシクサーズはシューターが欲しい、シューターが欲しいって言って、アンドリュー・ウィギンズはベン・シモンズの100倍シュート打てるし、何よりベン・シモンズがウォリアーズで見れると。ここは俺あんま想像できんけど、まあ中でプレーするのが好きなベン・シモンズ、シューターのクレイ・トンプソン、ステファン・カリーなんか合いそうな気がするよね。そしてこのケースになってくるとウォリアーズは1位指名でラメラボールを狙うと言われてる。ラメラボールもね、なんか最近身長でかくなってきたよね。しかもベン・シモンズより全然シュート打てるし、シクサーズにとっても全然悪い話じゃないんじゃないかなって思う。というわけで3人目はベン・シモンズ。それでは次は4人目見ていきましょう。ジョエル・エンビード。彼に対してウォリアーズが出さないかの選手はアンドリュー・ウィギンズと今回のドラフト1位指名選手、さっきと同じくセブンティシクサーズがベン・シモンズじゃなくてジョエル・エンビードを出そうとなった場合はこれが実現する可能性もあると。まあベン・シモンズに比べてジョエル・エンビードは怪我をしやすいからこう動く可能性も全然あるよね。ただウォリアーズとしてはベン・シモンズ以上にジョエル・エンビードは中でガツガツやってくれるから、俺はベン・シモンズ以上に合いそうな気がする。ペイント内で相手チームがジョエル・エンビードをダブルチームしとって、その隙を狙ってカリーやトンプソンにノーマークのパスを出してる姿が安易に想像できるよね。というわけで4人目はジョエル・エンビード。それでは最後5人目見ていきましょう。ヤネス・アデトクンポ。これは少し前も触れたんやけど、もう一回おさらいしましょう。彼に対してウォリアーズが出さないかの選手は、アンドリュー・ウィギンズ、ドレモン・グリーン、ドラフト1指名選手、エリック・パスカル。だけど、これらの選手に対してヤネス以外にも、イルサン・エレアソバ、ジョージ・ヒル、そして DJ ・ウィルソンと、こういったシナリオになったみたいなんやけど、まあ前も言ったけど、ウォリアーズとしてはここが一番欲しいところよね。リーグ最強選手との呼び声も高い、グリーク・フリーク。まあ可能性は低いと思うんやけど、彼も一応候補に入ってるということで。はい、というわけで以上、今回5人の選手を見ていったんやけど、毎回言うやけど、可能性としては、俺はそんなにないかなって思うけど、でもまあこうやってシナリオを考察してシミュレーションして考えてみるだけでも面白いよね。皆さんはどのスター選手が一番ウォリアーズに相性が合ってくると思いますか？あるいはウォリアーズは別にトレードをする必要はないと思いますか？ぜひぜひコメントして高評価も忘れずにお願いします。